男の子にお寿司をあげようとする縞柄の着物を着た女性を描いた江戸時代の浮世絵版画。1844年に刊行された歌川国芳の縞揃い女弁慶畑の松。お寿司をせがむ男の子の着物は鯛引き車やでんでん太鼓など江戸のおもちゃのモチーフを表しています。そして当時流行していた弁慶格子の縞で飾った赤い着物をつけた若い女性が手に持っているのはピラミッド型に積んだ寿司。一番上がエビの握り寿司で、その下に卵巻きが置かれ、一番下はサバか小肌の握り寿司のようです。入れ物の箱にも書いてありますが、これは値段が張った有名な畑の松の寿司の高級品で、高価な木材で作った調度を置けるような経済的に豊かな家で食べる贅沢な食品でした。